株式会社、カンデオホスピタリティマネジメントは、ビジネスホテルの開発、運営業務を行う会社である。カンデオホテルズ千葉ただ寝るだけのビジネスホテルでもなく、高すぎて、使いにくい、シティホテルでもない新しい業態の、ワンランク上のスタイリッシュホテルとして2007年9月に、カンデオホテルズ大津熊本空港店、菊陽熊本空港店をオープン。カンデオの由来は、ラテン語で、 輝くという意味で2007年の1号店をオープンからわずか3年間で全国9カ所に急速に展開した。当初は地方都市での出店を中心としていたが2010年4月の上野公園開業を皮切りに2011年4月のザテラス博多開業2013年1月の千葉開業と大都市圏での出店を進めている。近年では JR 西日本不動産開発、モリビル NTT 都市開発、東京建物、東急不動産等といったデベロッパーが建設する再開発施設のテナントとして入居するケースが増加している。2020年9月現在で国内23店舗を運営している。2017年7月には大阪に同ホテル最多の客室数を誇るカンデオホテルズ、大阪ナンバがさらに 同年8月には、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにほど近く、ユニバーサル・シティ駅前に、新ブランドであるザ・シング・ヤラーアイ・ホテルスコヨースパとユニバーサル・スタジオ・ジャパンが開業した。施設の特徴としては、最上階にスカイスパを完備し、客室は15平方メートルを基準として、広めのダブルルーム・ツインルームを主体とした構成で、居住性を高めている。朝食は和食をメインに、 和洋折衷のビュッフェスタイルで提供している。ソウルやモスクはジャカルタへの出店も計画中である。ありがとうございます。